どんこちゃんめめです。今日も対戦ズーキーパーの対戦やっていこうと思います。まずはね、やっぱりアップから。まあ、3戦ほどアップしてからオンライン潜っていくことで。このアップ重要ですからね、言うて。うわ、ディフェンス。アタックに対してディフェンスの偏りがやばいですね。まあ、スコアは悪くない。975、181。まあ、ディフェンスラッキーの闇ですね。ラッキーパネルがカバカゾーだとすげーアタックに偏りやすくなるんですけど、いくらなんでもこれは偏りすぎですね。まあ、スコアは悪くないんで。まあ、いいでしょう。あ、間違えた。うんうんうん。まあまあ、まずまずなスコアですね。前世紀の頃は、だいたいこれよりもうちょい高いぐらいが平均だったんで。まあ、あともう一声ぐらいかな。今のパネルをちょっと動かしておいて、落ちるまでの時間を稼ぐっていう技術を使ったんですけど、結局、連鎖間に合いませんでした。まあそういうね、ちょっと細かい技術いろいろあるんですよね。消せる場所がないときは意図的に消せる場所がないような状態を作ってノーモアムーブにしたりだとか、まあいろいろあるんですけども。じゃあ潜っていきましょうか。今20連勝中なんでね、いかついですよ。20戦20連勝中なんで。戦績的にはだいぶいかつい。はい、親分さんよろしくお願いします。アップでは悪くはなかったんで。夏ですね、このコメントする人多いな。ああ、ずれたわ。下の像でしたね。まあ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 強いんで。あ、これは十分強いですね。相手が、ディフェンス100ぐらい。だんだんレートも上がってきたんです。結構強い人が多くなってくるんじゃないですかね、そういう人。アタックが170ぐらいか。170の100ぐらいでしたね、相手。まあ、しっかり勝っていくと。はい、お疲れ様でした。対戦はこのようで。もう全部ね、一発で決めるぐらいの勢いでね、やっていきたいですね。トレポンポンさん、はい、よろしくお願いします。夏ですね。これ、本当この挨拶する人多いです。さあ、ディフェンスラッキー。
最後ディフェンスを増やしたかったな。やっぱり偏ってますね。682、178。相手もディフェンス少ないじゃないか。まあ、70くらいですかね。60か70くらいか。まあ、それに対してやっぱりアタック多いと思います。あ、まあでも190くらいか。まあでも偏ってますよね。190の60くらいだ。いやー、本当にディフェンスがラッキーの時はディフェンス勝負みたいなもんなんで。あ、ちょっとね、ヒヤヒヤしますよ。まあ引き続きやっていきましょう。まあどっちが先に減るかっていう緊張感があるんで、まあそこはいいんですけど。はい、ゴマさんよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ダメだな。ここ持っててもここで着地しちゃうから動かせない。さあ、これもディフェンス、てかアタックにやっぱ偏ってます。ディフェンスラッキー。さあ、どうだ？あ、危ない。そこそこ危なかった。でも相手のアタックがどうだったんでしょうか。あ、でも止まってますね。まあ、止まってるなら問題ないですね。アタックがたくさんあったんで。仮にこっちが先に減ったとしても、おそらく大丈夫だと思う。確かにね、勝っていくとね。ああ。いやは、これいかついな、本当に。当たった人どういう思いになるの？なんだこいつみたいになるの？まあ、古参の人は俺知ってる人いるとは思うけど。まあ、言うてもう4年前だからな。よし。最後のスペシャルパネル間に合ったのがでかいですね。そこでいろいろパパパーンと連鎖繋がったんで、ディフェンスもアタックも増えましたし。これは強い。相手は、ディフェンス130ぐらい。ああ、でもアタック150ぐらいでしたね。かなりバランスのいいスコアだ。あ、しっかりね。一発で倒していくと。いいですね。はい、お疲れ様でした。まあ、じゃあ最後やっていきましょうか。タウリョンさん、よろしくお願いいたします。はい。最後、ゾウ間に合ったけど、スコアは微妙だぞ、これ。一応最後、ディフェンス増やしてましたけど、ちょっと見つけるの最初遅かったんで、ただ、相手の方が先に減ったんで、これは大丈夫。まあ、こっちが数値低いときは、相手も数値低いってことが多いんで。
分かんなかった。ギリギリ間に合った。よし。最後の追い込みが強かった、今。これは大丈夫でしょう。はい、ディフェンス70ぐらいかな。アタックが、なんだ。自分、俺のディフェンスがなんだとか覚えてないんで、今日わかんないですけど。まあ、しっかりね、やはり勝っていくわけとね。25連勝とね。もういかついですよ、この。この戦績ね。まあというわけで、今日もね、お疲れ様でした。まあ、もしよろしければ、まあチャンネル登録の方もね、ぜひぜひよろしくお願いします。てな感じで、お疲れ様でした。ありがとうございます。